どうもこんにちは、ケモナーの阿比高と申します。以後お見知りおきを。よし、今回のパートでフライヤーちゃん出てきてくれるかな。あー、打開編がいつ終わるのかわからないけど、レベルが低すぎてさ、こっから積みそうで怖いんだよ今。できることはもう早く合流して、でダガーとねえ、スタイナーの、あれだ、もうレベリングをしたい。そう。今ここで急にボスに来ても、この3人じゃ勝てる気しないよ。だってみんなレベルこれだもん、もう。ダメだもん、だって。フライヤーちゃんたちと比べてレベル7も差あるもん。絶対勝てる気しねえよ。だから何事もないことを祈るばかり、そんなダガーでございます。トット先生はここにお住まいなのですか？はんはん。なるほどな。そんなになんか数年ぶりとかのお出会いなんだな。本当だよスタイナーよ。お、宝箱の中に。ありがとうございます。まあ盗みとか働かずに済むなら何よりです。白銀の針ゲット、これで解決だな。俺ぐらいは言っていいと思うんだけどな。やっぱ所詮野蛮な盗賊。トット先生、これはガイアギ。何ガイアギとは。地球儀的なやつか。へぇ。FF9 は、あれなんだね。アースのことを、ガイア、あ、じゃあそのままか。そのままか。ほぼほぼそのままな気がするわ。まあ、ガイアは大地っていう部分があるから、アースはちょっと違うけどね。まあ、そんな感じで。うん。宝珠と召喚士一族。フライヤーちゃんがじゃあ、フライヤーちゃんじゃねえや。ダガー姫が、じゃない、その、召喚士族なんだ。へえ、これも種族の一つなんやな。宝珠は、アレクサンドリア王位継承者に与えられるペンダント。うん、まあ、ペンダントね。じゃあ、ダガー姫はそれを持ってる説がある。召喚獣と石の関係。もし、ここかな、最初、召喚獣を使えない原因が、実はその、ところにあったりとか何だったりと、そのつかなんか、あ、宝珠がまだ力を宿してないからとか、そういうことがあるのかな。じゃあけ、幼い頃のガネットでございます。また難しい5本読んでいたの？天才かよ、トットさん。ふーん、私は難しい5本は苦手だけど。はいはい、でも、私、あの愚法は興味深く読ませていただきましたわ。なんと申し、申し上げて、ガーネット幼い頃もカミカミだな、ガーネット。ははは。そうそう、それでございますことよって、こんな感じいいのかしら、その高貴なご身分の喋り方って。で、トット先生、これはガイアギ？あた、じゃなくて私たち、こんな丸く後ろの中に住んでるの？外に住んでるとは。あ、この星とかっていうのはあれかな、また FF の重要なワードなんかな。FF9 の、まあ僕リメイクのゲーム実況見たくらいなんですけど、なんか星の生命とかなんかいろいろと、星の寿命とかいろいろ星がワードになったんですけど、FF シリーズは結構星っていう部分が重要ワードになってる説があるんじゃないですかね。あ、てかもう早速星には生命があるって言ってるもんな。で、それが一種召喚を結びつけるじゃない、ガイアに今、てか星に生命が宿ってない的な、そんな感じ。うん、いいの。ね、それじゃあこれのどこに私のお部屋はあるの？じゃあこのお城は？それとお城のおじさまの城は？もう8年目に出るのかしら。なんかもう僕お姉が抜けないな、なんかちょっと。いや、もっとなんかこうでいいな。いいね、このなんか、一生捧げて、これ、一生捧げる学問があるっていうの、なんか羨ましいよな。このガイアギは？うん。ガイアの中から、空を見る、発想がなんかファンタジーやなって、このゲームファンタジーだったわ。そうね。トットお前、やっぱいいやつだな。トット先生とか言って急にガーネットとか言い始めたら僕ビビるんだから。いや、まあ味方だよな、トットさんも。ゲスト参戦していいんやで。お、どうやって？
マジ強っそんなすごいのがあるか。アレクサンドリア城に戻れるの最強すぎる。あ、マーカスなぜだ。あー、なるほどね。いいわ、それじゃあ一緒に行きましょう。賢いよな、ショートカットができるってことか。まあいいわよね、スタイナー、ブランクも、そしてお母様も元に戻してあげなきゃ。お母様元に戻すってもしあれが正常だったらどうすんだ。だがあのなんかさ、変な肌色したさ、おばさん、本当にそっか、そいつのさ、おまんまんからがさ、ガーネット姫が生まれてきたってなかなか感慨深いもんがあるよな。くっ。なるほどな。装備整えるか？お、アクティブタイムイベント。罪と罰っていうのが急に来ましたが、これ何のキャラクターのやつだ？お、むしろジタンたち、間に合ってねえか、ちげえか。シナか。何を言ってんだやっぱ、おめえ一人じゃ何でもできねえな。おい、しなよ。おい、おい、おい、しな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 。何をしとるんじゃ。誰の声だ。おお、団長。ああ。シナやっちまったな。今日お城来て何すんの。スーパートリノタンタラスデコピン、要はデコピンってことだね。余計なムーブメント入ってるせいで多分デコピンの威力がだいぶ弱まってる気がするけど。勘弁ずら。上級者のさ、何そういう上級者の浮上してさ、このさ、お仕置きって言ってさ、団長とさ、シナのさ、薄い本とかさ、書いてる人いたりするのかな。そんなさすがに妄想はかどってる人はいないと思うけどな。そう信じたいけどね。装備を届いてきました。これでオッケー。てかさ、そう、スタイナーがね、全然、あの、スキルねえなと思ったら、あれでしたわ。スキルつかさ、アビリティ？そう、アタックアビリティねえなと思ったらね、あの、僕それを装備させなかった。全然、習得しなかった。というわけでちゃんと装備させてきましたんで、これでいくつか技を覚えられる。マスターすれば話したかな。でもなんだか最近作られたような。なるほど、使ってないからこその綺麗さ、まあ、だからこそ怪しい。それ魔物もねはびこるわな。よし、参るか。しばらくこの3人で行動するんだな。まあ、なんとかやっちゃいますか。モーグリ、俺よろしく。モグリットなんかあったっけ。ねえや、セーブしとこ。くー、しばらくこの3人か。今回のパートもこの3人になっちゃうか。フライヤちゃんをいずこへ。フライヤちゃんと出会えるのはまだまだだいぶ先になっちゃうかな。まあ、めげずに頑張っていこうや。よし、じゃあ右か左か。僕の直感が左って言って、左って言ってるなら左だろ。まあ、まあ、いいか、右で。まあ、ダガーから見たら左だからいいやろ。うおーい、もう外したわ、2分の1。もうクソ、マジで。2分の1外しすぎなんだよな、僕。まあ気にしないでいきましょう。お宝箱もあるわ、やったわ。チェインプレート。うわ、もう早速防具装備。防具もらっちゃった。チェインプレートっつったら、あれ誰が装備できんだ。お前か、装備できんの。どうしよう。こいつ多分、ゲスト参戦だからさ。こいつになんか持ってくのもね、こいつ装備させるのなんかもったいねえんだよな。まあ、積んだ時用にしとこう。レバー倒します。よし、じゃあこれで OK。そう、だからね、そう、マーカスにね、装備をね、ちょっとさせたくないんですよね。そう、ゲスト参戦キャラがさ、多分この当時、FF9 ってさ、あの元ができたのが2000年の話だからさ、その時のゲームシステム考えると多分ね、ゲスト参戦のキャラは装備をそのまま持っていく説が濃厚なんで。だからね、装備ね、新しいの買ってやりたくねえんだよな、ゲストキャラのためにな。積んだ時用にしとこ、最終手段する。やってきた。ガルガントがこの周辺回り続ける。ロータリーとかガルガントとかよくわからないんだけど。はい、まあ、要はやってみろってことな。いきます。え？おお、魔物じゃねえの、こいつ。気色悪い、マジでやめてくれ。ギリ雲じゃねえよな。なんなんあるわ。巨大な虫を使ったトロッコね。で、タイミングよくガルガントを止めると。なんか変な仕様やな、俺。
どこでしたかなって。あ、来た来た来た、止めて。今の止められないの。おお、魔物と当たった戦う。よし、ケオマーネ、スタイナー、お前がさ強くなった姿を見せてやろうぜ。だからスタイナー多分ね、脳筋タイプだからさ、あれなんだよね、MP が少ないからさ、そんなやりまくってもう仕方ないとは思うんですよね。よし、じゃあとりあえずプロテスをスタイナーに使って、剣技差額剣で、アーマーブレイクもあるんですよ。まあ後でちょっと見るか、この戦闘終わったら新しくゲットした技についてね、いろいろと調査しますが、よし、とりあえずね、スタイナー剣技覚えてほしいの。うわ、全然ダメージ飛んねえ、やばい、レベル足りねえかあ、いや、そういうわけでもねえや、あいつ攻撃力も弱いけど防御力が高いっていう感じか、超守備特化の感じですな。だからこそアーマーブレイクが輝くんじゃないか。防御力高いやつ、アーマーブレイクの効果は分かんないけど、なんかそれ防御力無視だったりしない。アーマーブレイク何の技分からん、なんだいこの技は。あ、今日防御力かなり弱まってる。重要な技だったのか、羽音とは。なんか燃えていますけど、スタイナ大丈夫あ、今日意外と819、めっちゃダメージ量でかい。アーマーブレイク強すぎね、無敵か無敵か、この装備じゃねえや、このアビリティ。おい、で経験値もうまいな、レベリングするなら最後ここでやればなんとかなるわ。でちょっとね、そんなわけでアビリティについてね調べてみましょう。ライブラが HPMP 弱い属性が分かる。あベスペリアでいうあれだ、ベスペリアとかテイルズでいうスペクタクル的なやつだ。インスペクターに近いね。でアーマーブレイクは何、敵単体防御力するけど、このアーマーブレイクはかなり使いやすいですよ。これは敵単体に自分の最大 HP から、あーそういう技なのね。じゃあ今あんま使いなさそうだな。だ今後レベルがさ30とか40あって、なんか HP がこう何千とかになって、でその上で自分が瀕死の時とかダメージが大きくなるやつ、ガムシャラに近いような、ガムシャラとは違えかこれはね、序盤は絶対全然使えないと思うけど、今後かなり重宝するような技と見たね。よしよし、結構いい技覚えた。であれ、止め方が分からん。あ、これか、あ、これ、それを引いてガルガントを飛べると。よし、これが謎解きの仕様ですね。ガルガントやーい、こういう感じだね。あ、これ餌なんだ、餌で食べてるんだいや大丈夫、結構大変やな、これ取っとされなかった、やべえぞおいあー、部を超えた判断、やっぱスタイナ意外と、ほらほら、やっぱその辺突っ込まれるよ、何もしないって判断もしてるのですと、突っ込まれてる。やっぱスタイナは意外と自分に自信ないタイプっつうか、そう、なんか自分のなんだろうね、意見というか価値観はちっぽけなものっていう、そういうなんか自信のなさが現れてるんじゃないかと思いますね。だからスタイナの成長今後ね、結構見どころっつうか、注目やでっていう感じですよね、きっと。まあ僕はフライちゃん成長も楽しみだけど、フライちゃんなんかいろいろと成長するとこあんのかな。よし、今日も結構アレクサンドリア楽に帰れますね。この乗りもなんかえげつねえよな。おおと思ったらもう何か起きた。どうしたのであるか。嫌がってる、何かいるか。びっくりマークよ。おおこいつ行動的だよな。うげえ、ボスか、やべえ、いけるか。これが原因。まあ、FF9 の使用上的に意外とレベル低くてもなんとかなるとは聞いてるんで、まあ、レベル5でも攻略しちゃいましょうや。よし、やってみるぞ。だいぶ、すっげえ決め出てるんでね。やべえやつ出てる今日。まあ、しっかりとね、あの、ダガーのサポートアビリティをね、駆使して、あ、間違えた。白魔法で、ちゃんとプロテスをスタイナーあたりにつけよう。で、剣技。これアーマーブレイクでしょ、やっぱ。で、これ戦うと。よし、プロテス。いつまでの間防御力アップなのか分かんないけど、防御力アップとか受けるダメージが減るのか分かんないけど、まあとりあえず使っときゃいいでしょみたいな部分あると思う。よし、アーマーブレイク、よし、このコンボでしばらく相手の防御力を下げて、
いや、こっからどんぐらい通るかだよな。てか、マーカスが死ぬ。マーカスの HP が死ぬ。あ、そうや、回復し忘れてた。悪魔のキス。おっしゃ、危ねえ、外した。やばい、なんか一発食らったらそっか危んな気がするけど、大丈夫かな。よし、消える。これでマーカスも大丈夫でしょ。いや、こういうプロメスとか、なんかそういう、そういうのが弱い理由がね、なんかこのエース中も時間が経っちゃうから、だからなんか、そういう一定時間、効力をなすね、魔法があんま強くないっていうのを話で聞きました。本当かどうかは知らん。よいしょ。さあ、アーマーブレイクで防御力。やっぱ弱らせたおかげで、めっちゃ攻撃通るようになった。これはありがたい話ですね。よし、やっちゃってくださいよ。ほら、もうめっちゃ500くらい食らってる。マーカスこい、やっぱ装備を変えてないからその点は弱えだ。ブリザラマジ生きていられるか。おお、ギリギリ来た。ナイス。危ね危ね。だから、あーっていうか、もうプロメスあれだ、溶けてる。確かに早いな。2ターンぐらいしか持たなかったぞ。くそー、やっぱ先手必勝やな。今日アーマーブレイクの効果まだまだ残ってるから、この辺りやっぱスタイナーとマーカスに任せて、だから本当にね、補助でいきましょう。で、白魔法で、やべ、ダカが死ぬ。剣技はいいや。よしよし。くそげ、スタイナが一番火力あるからな、今。やっぱ装備整えたおかげっていうのがあるんだけど。ちょ、スタイナーがアーマーブレーキ一旦消費したの痛いよな。でも、マーカスマーカスで。まあ、ダメージ与えてくれるしで、ね。まあ、オッケーです。逃げる？はぁ逃げられたんだが、まあ、どうせイベント戦は経験値に入んねえから、別に得もそうもしねえんだけどね。まあ、解決じゃない、何より。倒したんかな、その気になれば。いや、レベル足りねえが無理だな。ちょっとガルガントも疲れちゃったみたいね。意外と可愛いとこあるな、このガルガント。とにかく行きましょう。くぅ、今回のパート、フライちゃん出てこねえな。アレクサンドリアなんじゃない？まさか、トット先生が裏切るなんてことするはずねえもん。よし、スタイナーの顔信じよう。オッケー！待って、スタイナー！私はこの場所知ってるわ。トット先生からこの場所の話を聞いたことがあるの。この場所は昔のアレクサンドリア王が敵国の侵入を防ぐために設けた場所だって。それから確かトット先生、こんなことも言っていたわね。あれ、スタイナー、急にどうした？話を聞かなくて。そうね、早く助けてあげなくちゃね。まあ、いっか、みたいな感じになっちゃった。まあ、いっか。スタイナー行きましょう。おー、もう早速罠に引っかかってるやないかーい。スタイナー急に言いがかりやるの。ふがーって、お前何を言ってんだ。はい。もう何やってんだ。あ、ゾーン&ソーン。ああ。アレクサンドリア戻ってきたぞ。なんでだ？ああ、姫が逃げないようにしばらくここで監禁でおじゃるみたいな感じか。ゾンソン、私はお母さんにお話ししたいことがあってアレクサンドリアに参りましたわ。間違えた。戻ってきましたわ。いたずらやめてお母様と会わせてください。なんで？てかそうなんだよな、ブラーネ。ブラネ女王はさ、そう、ガイネット姫捕らえようって命令したからさ、そこがよくわかんないな。結構冒頭の話になるんですけどね。なんですって、なんだと、どういうことですか、あれ。そうだか、あー、びっくりした。あ、そうだ、企画があったから、びっくりしちゃった。ゲームバグって進行不動かって、見たことフライヤーちゃん来た。あー、よかった。今回のパーティーフライヤーちゃんのね、なんか、あー、もう、おけつが見えてるから、もう、どしこり申し上げますね。立てるか、フライヤー。よし。無理をするなよ。ビビはどうだ？さ、今日なんですけどね、あ、たまたま僕、フォローしてる石さんがいましてね、ありがたいことに DM とかで、アビタカのね、イラストをくれるぐらいの、なんだろう、最近ハマってくれた、ね、リスナーさんがいらっしゃって、その方がね、たまたま、ビビくんの、チンチン出てるよう書いてまして、まあ、すかさずいいねしてしまいましたよねっていうお話をします。はい。なんかビビ君いいよな。人外だけど、まあ、獣なんかので、人外としてはなんかビビ君可愛いよなってやっぱ思っちゃう。ビビ君やっぱツヤのいいチンチンしてるとすげえ興奮するなって、やっぱ、そのね、イラストを見て改めて思いました。ところであいつら、クレイラー行くって言ってたけど追いかけるか？
そう言うと思ったぜ。さすがフライヤー。ビビオ来るか。てかビビオ君ほんと最初からずっとついてきてくれてるよな。お前ほんとは城に戻っても別に誰も文句言わねえぞ。ああブラネット、あのクジャの跡をつけていけばクロマ同士のことが分かりそうな気がするな。今日もビビオ君 ついていきたくなった。そうダガのことなら俺がダガのことを忘れるわけないって。ブルメシには来てなかったようだけど、きっとすぐどこかで会えるはずさ。さあ行こうぜ。ブルメシアの西の砂漠。なるほどね。じゃあ、こっから西に行けばいいのね。で、問題砂嵐か。何心配になって行けばなんとかなるさ。ふぅ、フライちゃんの振り向き。雨にしたたるいいフライヤーちゃん。え、これ、誰のセリフだ？まあ、そんだけで雨降ってますが。よし、ちょっとセーブすか。よし、フライちゃんがトップじゃないのは、ね、いただけないんで、体型はもちろん、こんな感じです。はい。当たり前だよな。やっぱレベル12安定ですね。はい。で、装備。ドラゴンキャラあとちょっと習得するから、それはまあもうちょい置いといて。で、砂漠剣を覚えられないか。そうだ、やっぱアイアンヒルムで。お、何レベルアップって。まあ、ちょっと色々と後で調べてみるか。リネンサキラマックスだな。やっぱレベリングしたからだいぶマックスになっちゃったな。ミスリルのコテも装備してきました。虫キラーあるし。サンゴの指輪最高。で、あとは一応あの、引き継ぎしてるからな。お、追加効果発動っていうのがあるけど、なんだこれ。魔法防御下がっちゃうけどな。あ、けどスローまだマスターしないか。これはもうちょいな。あ、で、雷さえで、そうそう、サンダラ。なんで持ってんだこれ。もう買った覚えねえんだけど、どっかで拾ったっけ。けど、やっとサンダラとポイズンか。ビュイクかなり強いな。サンダラ覚えられるのでかい。そう、前、前々回のパーツでさ、そう、ビビ君の魔法がやっぱ怪魔法しかなくて、ちょっと、ねえ、なんか足りねえなっていうお話をしてましたが、ようやく来ましたね。時代が追いついた。で、あとは、お、これいいね。暗闇回避の術とかなんか色々あるけど。で、ガラスの指輪はまあ変えられなきゃいいとして。お、チェーンプレートで、あれだな、デビルキラーとか装備できるか、防御力上げて。オッケーオッケー。まあ、ざっとこんなもんかな。で、アビリティちょっと確認しましょう。結局、虫キラーとかのさ、アビリティって、ああ、こういうのあるんだ。で、装備しないと意味がないらしいんで、この辺装備して。マンイーター、人の形、うわ、いろいろキラーあるな。カバー、味方代わりに攻撃受けます。けど、まあ、フライちゃん防御力ありそうだから、ああ、今日なんか他にあるからいいや。あ、レベルアップするのが早くなる。当然これ。当然これだよな。あ、毒味の術、暗闇回避の術。なるほどね。うん、毒味かな。いいね、いいね。こうやって装備できるんだな。オッケーオッケー。で、今、あのさ、なんでね、僕勘違いしちゃったかっていうのがあるんですよね。アビリティ装備してない、なんでっていうことで、装備しなかった理由なんですけど、あのですね、あの、装備に、あの、スキルあるじゃないですか。あの、ベスペルの仕様と勘違いしちゃって、ベスペルってあれなんですよ。装備をね、装備したら、そこでスキルも装備した扱いになっちゃうんですね、自動的に。そう、だからさ、そういうなんか、スキル装備する用のゲージとか使わないで、あの、装備についてる、スキルはそのまんま、あの、装着扱いになるっていうので、僕ちょっとそれを勘違いしてまして、だから、装備したら自動的に、ちょっと、ね、発動すると思ってたんですね、っていう。だから、今までこうやって、ちょっと、スキルを、なんも、ああ、うちのビビ君なんもなかった。だから、ちょっとこういうデビルキラーとか何も、ちょっとね、何もね、装備しないでも大丈夫だろうな、みたいな話があったんです。毒味の術と暗闇回避の術。で、ついで逃げ飛びヒルはいらないか。女の子をかばう。フライちゃんかばってくれ。フライちゃん命。だからお前フライちゃん多分命を捧げろ。よろしく。っていうことなんですよ。そう。だからちょっとベスプレイしようと勘違いしちゃったっていうのがあるんですね。なかなかお恥ずかしかったですか。よし。では、こちらに来ました。というのもですね、コメント欄で、まあ、とあるこういうコメントがありました。まさか夢にまで出るとは。そういや今更感あるが、ジタン操作の時にリンドブルムとギザマルークの洞窟の間にある沼地で仲間一人追加できる。過去中盤に入る値で強制加入のため無視しても良い過去閉じということで、おそらくここのことだと思うんだよね。ああ、言っちゃったけど。このさ、なんか、ねえ、ピエロ君みたいな子さ、メインキャラクターの画像にいるからさ、多分仲間になると思うんだよね。でもここ、クゾクの、あの、沼、左下のロケーション、クゾクの沼って書いてありますが、おそらくね、そう、リントブルムとギザマルークの洞窟の間が、このクゾクの沼なんですね。だから多分、こいつの仲間にできるんじゃないかなとは思うんですけど、問題は、わかんないんだよね、条件が。か、変える、どうやればいいの？わからん。どうすればいいんだ？あ、なんか、ジタンはカエルを捕まえたけど、これを渡すの、とりあえず。おーい、お前、なんて名前かわかんないけど、クゾクって言うんだな。
カエル大好きか。あんた誰、なんだよ。もう仲間になるの。しかも年齢70が9歳。もうでも、気球では意外と両利きだったりとかで、なんかもうそういうね、スイッチハンター的なとかそういうのは知らんけど、性別も果てなし。なんだこいつは。けど、そういうなんか特殊キャラ、テイルズ・オブ・ファンタジアで藤林すずっていうキャラクターがいまして、そいついてもいなくてもストーリーが進められるっていう、なんかちょっとした特殊ゲストじゃないか。なんか反ゲストキャラみたいな、メインとゲストの間的なキャラクターなんですよね。こいつはどうなんだろう、今の仲間になるっておかしいよな。なんかいろいろと、まあ、FF のノリがそうらしいから僕も文句言えないんだけどそういうことなのかな。まあ中盤で強制加入らしいから、まあうん、メインキャラのはずなんだよね。その藤林すずみたいな半メインキャラってわけではなくて、多分クイナは必須キャラだと思うから、まあじゃあよろしくクイナ。このカエルが欲しいのか。じゃあやるよ。とりあえずあげました。名前かわいいな、クイナって。なんか女性的な感じだけど、まあ、こいつなんかなかなかかわいいよな雰囲気誰だおめえはクエル。あ、てかクゾクだから、クイナって名前なのもしかしてフルネームでクイナだけあって、こいつ多分クゾクで、多分ファーストネームがクだから、イナが下の名前的なあれだよな。いや、ファーストネームイナか。あ、もうわかんない。日本人的な感じです。ねえ、最後がファーストネームなのか。外国人的な感じで最初のやつが、いや、クズクだからクは共通だからファーストネームなんねえよな。だからイナがファーストネームだと思うんだけど、まあ、そこはいいか。食の道、あ、料理人なのもしかして。世界の、あ、それでこのクイナいたときさ、ストーリーなんか変わってたんかなもしかして。もしかして、女騎士と戦うときいろいろ変わったかな。おう、は、はい。おうおうおう、食べ物あるとこ、そうなの。あ、で、これで、いや、今勘弁してくれってやると多分今加入しないで、コメント欄で言うとり中盤で強制加入なんだ。まあね、やっぱ仲間多いに越したこと、あ、けど中盤にした方が、あ、けど今どっちにしろ、今のメンバーレベル12とかだから、スタイナーたちと違って、今多分加入レベル12とか13ぐらいになると思うから、よし、俺たちと一緒に行こうぜって。今なら全然レベルいけるから、行こう。もし逆にスタイナーやダガが入って平均値求めたレベルになると、意外とね、結果的に少なくなっちゃうからね。うまいカエル食えるかもしんないけど、まあカエルよりうまいもんだって世の中にはいくらでもあるさ。よし、ついてくか。旅の動機が、あれだな。旅の動機が、いや、しょうもなくはないか。世界一の料理人を多分目指すんだよな。ビビどうしたんだよ。苦手か、あいつ。おじいちゃんにそっくりってか、おじいちゃん。あ、食えるか。寿命長いのかな、クゾクって。だって70から90歳とか書いてあったし。クイナに関しては。おう。まあ、ブルメシア行く前にこのイベント発生させたらなんか、ちょっとね、優先順位がとか僕突っ込まざるを得なかったから、むしろ終わった後、ブルメシア終わった後にこのイベント発生させて、うん、意外とちょうどよかったかもしんねえな。クワン、あ、クゾク。しかもびっくり。偏屈じじい、今日なんかびっくりマークでやったよ。なんで知ってんだ？そこ言う。おー、急に困惑して。おー、クゾクも結構重要なんだな。クゾクはなんかそっくりそうな気がするな。まあ、クイナと、この、クロール？え？クロエだっけ？あんた本当に知らないのか？クエールだ、ごめん、間違えた。まあ、クゾクみんな同じなんだろうな、きっと。まあ、知らないならしょうがないな。ビビ行こうぜ。まあ、そんな諸芸になって、さあ、ネズミ獣人たちを救う旅に出かけるぞ。よし。というわけで、クイナ仲間やった。よし、そうだよな。レベル10だよな。そうそうそう。よしよし。どんなキャラなんだ、こいつ。装備とか見てみたら、こうやって加入するキャラって、やばいやばい。弱くてもいいから、なんか装備させないと。あ、でも武器はフォークなんだ。ふむふむ。やべ、防御力ゼロだ。狂ってやがる。あ、これやっぱ、オッケーオッケー。やばいやばいって。防御力全然ねえ。
ステータスどうなってんだ。あ、今日攻撃力高い。素早さ低いけど、力が高いタイプなのかな、もしかして。わからんけど。あ、アビリティとかなんか覚えてない。うわー、じゃあこいつ、満月の心って何？トランスしやすくなる。お、これは強い。ステータスどうなんだこいつ。何？戦う、食べる、青、あ、魔法系キャラなんだ、じゃあ一応。へえ、まあ、いいっちゃいいかな。なるほどな。うん、まあ、とりあえず、新しく仲間が入ってきて嬉しいが、お前は前衛と後衛、どっちの方がいいんだ、まあ、とりあえず前衛に置いとくか、フォークは攻撃力高いし。よし、というわけでね、あの、コメントをくれた方々、じゃない、コメントくれた方々とか、コメントくれた方、ありがとうございました。無事にね、あの、クイナ仲間にできました。どうなんだろう、他の実況者さんとかってクイナ、そうそういたりするのかな。みんな意外となんかクイナもささーっと、みんなゲットしたりとかしてるのかもしれないけど。まあ僕は分からんけど、とりあえずクイナ仲間にできてよかったよかった。まあやっぱね、これなんか今後のイベントとかいろいろと、ちょっとね、ネズミ獣人たちのね、戦いに一緒に行こうぜみたいなイベント発生しちゃった。そう、これからね、ブルメシアの住人たちを助けに行くからよ、さらにな。そう、砂漠に行くからよ、クイナ。頼むぜ。え、もう分かんないけど、また帰るか、まあ少し待っててやるよ。な、金のカエルいるけど、なんだこれ。なんかイベント発生しちゃった。なんだこれ。ほい、大人のカエルメスを、このこだわりは何なんだ。よいしょ。お、この金のカエル捕まえられる。よし、金色のカエル捕まえた。で、実績なんか世界で1匹っていう実績は解除したんですけど、これなんだ。頑張ってます。こう早くね、食の道に近づくの。あ、原石ゲット、やったー。ありがとうよ、クエリ師匠。私もともと修行するあるね。なんだこのイベント。よし、はい、これでカエル全部捕まえました。とりあえず捕まえたカエル8匹だけど、これはどういうミニゲームだったんだ結局。まあもう満足してあるね。何のイベントだったんだこれ。まあそんなわけで無事クイナーを仲間にできて、まあ、あとこいつの近距離型なんかはそういう魔法的な後陣キャラの方がいいのか分かんないけど、まあとりあえず前陣に、前傾、前日前傾時に、ね、前陣ちょっと置いてみますね。物理攻撃力高そうだし。というわけでね、今回のご視聴ありがとうございました。無事またフライヤーちゃんパートにね、フライヤーちゃんパートじゃないけど、いやフライヤーちゃんパートだけど、フライヤーちゃんパートに戻ったということでね、はい、またこのゲーム始まりましたんでよろしくお願いします。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価してくれるとすごく嬉しいです。またね、次回の FF9 実況や他の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チェイケラー。